荒谷城は青森県平川市荒谷にあった日本の城。荒谷城は周辺の城郭同様、集落のほぼ全体が城石である。戦国時代には大閤事情の市城の一つであった。城は本格と外格で構成されている。各同士が引き座川で区切られ、その堀を上り下りしなければならず、その城石に位置する荒谷集落は、 津軽平野に位置するにもかかわらず、坂が多いことで有名である。あらや48坂と呼ばれ、民謡にも歌われた。共同墓地の一角の寺館には、かつて寺があったと言われる。城跡西南の甲府中川沿いの林檎園に、城主の墓と伝わる五輪塔がある。城跡は、東西1キロメートル、南北3 0 0ルほどの広さである。北方上流に、戸塚は、 金井川、下流に、引き座川があり、幅10メートルから30メートル、霧岸が5メートルから10メートルの巨大な外堀となっている。東方にあったケツナ川は、水田整備で姿を消した。南方には幅20メートルから30メートル、霧岸3メートルから5メートルの堀があり、西方には、 幅20メートルから30メートル、深さ5メートルから10メートルの甲府中川が引き座川に合流する。西端の角と本格間の堀は、幅10メートルから15メートル、深さ5メートルから1メートルである。追記念は不明。鎌倉時代に荒谷氏によって築城された。荒谷氏は、聖は源氏南部支流七の兵士の所流である。戦国時代の上司は荒谷源次郎であり。 1900国の領主であった。大閤寺城南部氏の支配下にあった。林村の尾崎村にある尾崎城主の尾崎氏と同盟を結んでいた。藩市によると天正4年、もしくは天正2年、天正11年に尾崎城主、尾崎義蔵とともに大浦ための部家臣となった。一説には大閤寺城主、滝本茂之の攻撃により荒谷城が落城し、 波岡城に逃れた後、津軽家家臣となったという。荒谷城には、落城後も広崎城完成までは、大干書が置かれていた。津軽家家臣となった荒谷氏は、津軽ための部より、百国を与えられ、広崎藩士となった。荒谷玄次郎より十三代目の荒谷茂木は、この絵踏丸の秘書を務め、茂木の死後、荒谷家より、荒谷八万宮に甲冑、立ち、神馬売り。 神笠などが奉納されている。これらの武具は荒焼け伝来の武具として2006年1月1日に日向和指定有形文化財に指定された。ありがとうございます。